YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。いやね、昨日は本当に大変不甲斐ない動画を出してしまいまして申し訳ございませんでした。自分でもね、もう少しいけるかなと思ったんだけど、やっぱりね、きょうちゃんすごかったです。これですね、今日買ってきた吉野家の、波なんですね。で、これが昨日食べた方なんですね。わかるかな、だから一回り大きいんですね。俺これね、こんなに違うと、まあ確かにプレミアム牛丼ってほら松屋変わったじゃないですか、プレミアム牛丼に。だからちょっと大きいのかもね。あとね、お肉が大きいの1枚が。こっちの吉野家の方はどっちかっていうとホロホロってしてる感じのやつなんだけど、こっちは多かった。で、今日はね、ちょっとこの、吉野家買ってきたんで、もうね、近くになくてそれだけで大変だった。電車で言うとね、3駅分ぐらい、1、そうね、3駅分ぐらい。でも電車で行くと、電車からは遠いのよ。だから、自転車で行ってきたもん。疲れ、それだけで疲れちゃった。本当に。はい、じゃあ今日はね、ストップウォッチやってくれる彼女は今いないので、自分で撮りたいと思います。ただ、不正がないように、これは、そのまま使ってますよっていうのを証明するために、イエーイ。ピース。ピースピースって。で、これこのままこうセットして、始めたいと思います。もうすぐ始まりますよ。さあ、いきますよ。緊張する。よーい、よーい、スタート。よっしゃ。いやいやくそー。いやー、でも1分半は縮められましたけど、やっぱ京ちゃんすごいですね。さすがです。もう早食い界の帝王です。まあ朝一でやることじゃないけど、でもやっぱりこれでも、なんつうの、吉野家の方が小さいってことはやっぱり証明されましたね。食ってても違うわ。いやーでも悔しい。1分切りたかったなー、ほんと。なんだろう、俺何が得意なの、よく食うの早いの。まあ多分中途半端なんだと思うな。それなりに早くてそれなりに食うみたいな。なんだろうね、分かんない。何か特化してるわけじゃないのかもしれない。この記録はまあそれなりだと思います。全然早くもなく遅くもなくみたいな。悔しい。これいつかまたリベンジしたいなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。いやね、これね、チャレンジしてみろってね、きょうちゃん言ってたんですけど、結構ね、危ない。僕みたいに顎が弱くて唾液があんまない人はやめた方がいいかもしれないね。いや、俺が得意なジャンル、得意なジャンルは熱くて汁物だから、ラーメンとかあれだったら多分結構早食いできるんだけど、こういうね、汁気がないものはね、不得意なのかもしれない。なんかね、カップヌードル早食いチャレンジになったら面白そうだけどね。はい、ということでした。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それじゃあね。